こんにちは、札幌占い美容裁判所のことです。今回は、レザーでねカットするようなスタイルを、まあ、シザーのみで、カットしたいと思います。でスタイルとしてはホットペッパーさんの2020年のヘアカタログなんですけれども、まあ襟足もうちょっとね、長めのスタイルのウルフスタイルをちょっと作ってみたいなっていうふうに思っておりまして、今回使うのが、リフトベックスとリフトケープっていうカット法なんですけれども、でリフトケープに関しては多分今まであまりお見せしてないんですけど、ただちょっと難しいんであまりねちょっと分かんないかなと思ってですね、複雑になる可能性もあったので、ちょっと今までは動画にはしてなかったんですけど、まあそのリフトケープのカットをすることによって何ができるかっていうと、シザーでこう作れないようなカットラインフォルムがちょっと作ることができますね。まあそのバームワックスやはりつけてカットした方が切りやすいので、バームワックスをつけてカットします。バームワックスつける理由としてはね、まあ、カットしやすいとか、あとまあ雰囲気が見えやすいとか、そういうことがありますので、まあ、僕はカットの時はね、必ず使うようにはしてるんですけれども、はい、ちょっとこうつけることによってカットされてるお客様も、あ、こんな感じになるんだな私っていうのが途中見えてきますからね。まずこのアウトラインですね、ちょっとこれとはもうちょっと違うライン、ちょっとこれよりは長めでカットしたいなと思うんで、少しこれよりもね長めのスタイルで、襟足ももうちょっとボリュームがある、ウルフカットにちょっとしていきたいなと思ってるんで、ちょっとこっち側の襟足が足りないかなと思ってます。はい、もうちょっとこの辺のね重さがねある長さがある感じのスタイルにちょっとしていきたいなと思うんで、まあこんなね感じのイメージちょっと切っていきたいなと思います。でここをですねちょっと取ります。ここはもみあげの延長線上ですから、まずここを真下に引き出してですね、真横でいいんで真横にカットしていきます。いいですか。ね、アルツセリングが結構ちょっとここね切り込み入れちゃってるんで、本当はちょっとここ欲しかったんですけど、アルツセリング自体が皆さんこれ分かるようにライン結構ボケてくれるんですね。でラインが作れるんで、決して皆さんこれ誤解しないでほしいんですけど、削いでるわけではないんで、ラインを作ってるという認識でいただけるとありがたいなと思います。反対側も同様に同じ長さぐらいでね、カットしていきたいと思います。 R2 セリングでカットしていきます。はい、横スラですね。はい、こっち止めてなかったですね、すいません。こっち止めて、まあ分かりやすいようにね、まあ、僕はあんま止めないんですけど、ちょっと分かりやすく止めて切ります。はい、このようにねボケながらカットしてくれるんで、ちゃいますレングスですね。ここちょっとあんま長さね切りたくないんで、長さを残しながらカットします。決めてます。で今度はこの三つ襟とここですね、ここつないでいきます。はい、ここねつないでいきます。ちょっと縦気味になるんですけど見えますかね。はい、ちょっと縦気味に、ここをねあんまり入れ込まないでください。こっちに入れ込むと、ここの襟足が前から見た時にこの襟足があった方がウルフ感が出てかっこいいんで、ここをねあんまりこっち側に入れ込まないようにして、はい、少しこう四角くなる感じが僕はかっこいいんじゃないかなって思ってます。でここのラインとここのラインで、本当はもうちょっとここが欲しかったんですけど、すいませんが、ちょっと無理やり持ってきてつなげます。はい、このような感じにつなげていきます。一緒にここまで引っ張るっていう感じじゃなくて、コームをねこう持ってきたら指をね後でこう沿わせるぐらい、なんとなくこれ雰囲気がねだんだん見えてくると思うんですけど、横から確認してどの辺にこの重さが来てほしいのか、ここでウェイトを高くしたいのか、それともすごく下の方にウェイトを持ってきたいのか、それとも中間ぐらいにしたいのかっていうことを決めます。あんまりですね上に持ってきちゃうとこの辺の上の方もレイヤーの位置が高くなってしまうので、やっぱり上が重めのウルフカットに今回したいんで、なのでちょっと下の方にしていきたいと思います。はい、でそこで一回見てみるんですね。お客さんの骨格によりますから、まあ、ウィッグはねあんまりこれ正直ウィッグのカットって練習にならないんですけど、お客さんの骨格それから顔の形っていうのもありますから、どの位置がいいのかこういうふうに実際確認します。どこがいいのかなっていうのを見てですね、そういう風に確認しながらカットしていくといいと思います。はい、まあ、今日はこの辺でねしたいと思うんで、シザー、コームもね、この横にこう持ってきたら、そのまま上から体を持ってきて
はい、ここね角度90度ぐらいですね、頭皮に対して。でこのままイングラに持ってきた、イングラこっちですね、イングラに持ってきた状態で、ここをちょっとぼかします。はい、そしたらここである程度ねガイドできますよね。今回の、リフトケープっていう部分のカットに入ります。こういう鍵穴みたく切りたいんですね。極端なこと言いますよ。こういうカットラインに切りたいんです、ハサミで。これ難しくないですか。こう丸くなって、まあ、極端なこと言うと丸くなって鍵穴、これをリフトケープっていうカットラインに切りたい、カット法で切りたいですね。このガイドがこの一番下の毛になりますから、ここをキュッ上に上げます。これ一回下げた方がいいです。一回下に下げてキュッと上げることによってコンケープができますから、一度頭皮に対して45度下に下げて髪の毛の真ん中に来たら上にギュッてしごきます。しごくことによってここにコンケーブができやすくなりますから、はい、そしたらこの位置、ハサミをこの位置から動かさないようにします。ちょっとねいっぺんに切りづらいので、この辺は、今度もう一回ここから出して、一回下に45度にやって、これを上にキュッと上げますね。でここをこの延長線上、ハサミはこの延長線上です、鉢の下ですね。でこのまま髪を後ろにこうね徐々に逃がしていく感じでもいいと思います。これで、コンケープからコンベックスのラインになりやすくなります。下に45度に落としたら上に持ってきます。そしたらハサミの位置をずらさないで外側に持ってきます。1回で切れなかったらもう1回、はい、ガイドに合わせて2段で切っていきます。45度に下げたら上に上げる、はい、上げたら使うのはセミングの刃先4目ぐらいです。いいですか、この4目ぐらいでカットしていった方が理想です。ハサミ全体は使わないですね、はい、あの空いてるわけじゃないんで、上に持ってきてここにコンケープ入れますね。このハサミの位置をずらさないでやっていきます。反対側ちょっと難しいんですよ実はね。リフトしてもハサミって上からしか入んないですよね。でこっち側から切るのってかなり難しいんで僕でもできません。じゃあどうするか、こっち側は上から上手ですね。いいですかね。でここもね、つむじに対してやっていきます。でつむじからこうバイアスになっていく感じですね、はい、この毛中に合わせてスライスを取っていく感じです。人差し指、中指、先っちょをしっかり持って上にキュッてやります。そしたらこのままハサミの位置を変えずに、こっちも後ろにこうだんだん逃がして、こういうふうに後ろに倒していきます。難しいかな、これは。ちょっとできるようになったらね、ほんとすごくいろんなことができるんですよね。これちょっと難しいかもしれません、すいません。僕の中でも結構他のカットはめっちゃ簡単ですけど、これだけちょっと難しいかもしれないです。45度に落として上げます。ここテンションめっちゃかかってます。ここでコンベックスを入れます。はい、コンベックス入れたら徐々に倒していきながら、でハサミはこの場合はこっち側はこうした方がいいですね。じゃないと安定感がなくて、こうだと切れないです、バラバラになっちゃうんで。人差し指をここに添える3点ポジションですね。これで逃がしていくと、この、45度に下げたところを持ち上げます。そして刃先4目を使ってこのままカットをして下げて後ろに逃がしていきます。シュレッダーみたいな感じで、シュレッダーに入れていくような感じ、こうやってシュレッダーに徐々にこっちで入れていくっていうような感じの感覚に近いかもしれないですね。でここを持ち上げ、ここからシュレッダーです。シュレッダーかけます。はい、だからこっちもね後ろに倒すって感じです。こっちも後ろに倒すって感じです。いいですか。はい、ここも上に持ち上げてシュレッダーです。こんな感じです。このマッシュのラインがありながら下が短いと、これは一発で切れるんですよね。まあこういうのね、レザーカットでこう切ったりもしてる方もいるんですけども、まあ、ハサミで切れたらねよりかっこいいかなと。でラインもね、レザーではちょっと作れない、ちょっと固めなラインになっちゃうんですけど、まあ、シザーで作れた方がいいかなと思ってます。はい、ドライで作れた方がイメージつきやすいんで。はい、そして顔周りもう一回ちょっとチェックしてみます。もう一回ね、これ難しいんで何回も見てください皆さん。はい、いいですか。ここ持ってきますよ、こうか、こっち側はねこうですからね。はい、そしたらちょっと前後ろにオーバーダイレクションさせてね、下45度、はい、つむじに向かってますよ。この筋がつむじに向かってます。
そしてここ一回落として上に持ち上げます。で、シュレッダーに左手でどんどんかけて後ろに倒していく感じです。多少切れなくても大丈夫、このような感じです。はい、これ何回かやっていかないと綺麗なライン作れません。一回じゃ無理です。はい、で一回切ったところの、境目ですね、例えばこことここ取ったらその間を今度取っていくみたいな感じに、鱗状にねやっていくといいです。はい、上にやってこんな感じです。で、あんまりね、この細かく完全にこれきっちり切ろうと思わない方がいいですよ。むしろあのニュアンスなんでね、こういうカットって、はい、このままね、ギューって引かしていきます。ここ、こっちに入れます。で、ここをえぐりたいんで、ちょっとここをね、また同様にハサミを同じところで入れながら、ここにコンケープを入れることによってちょっと前髪の軽さが出せますね。はい、で、ここを上に持ってきて、はい、この前髪のここにコンケープをちょっと入れていきます。この前髪のところはだいたいどこを切ってるかっていうと、ちょうどこの目尻の端の目尻から指1本分外側のところですね、この辺りだけやってください。あとはやんなくていいです。少しね、センターにオーバーダイレクションさせながらやっていくと良いと思います。そうすると周りがつながってきますからね。だからいっぺんにここね、本来はこの指目尻から指1本分のとこ切るんですけど、ここからもう全部心配な方は集めていただいて、ここに集めて、例えばね、この目尻のとこですね、ここに集めてですね、こうやってやっていただいても、届く毛は全部切っちゃっても大丈夫ですよ。はい、つなげるとしたらこっちから持ってきて、ここで上に持ってきて、そしてこのまま切っていきます。切るとこないんで、はい、で反対側にこっちに、やったらここにコンケープ入れて、はい、これがリフトケープっていうような、リフトケープのケープはコンケープのケープですね。はい、リフトさせながらコンケープ入れるんでリフトケープって感じです。はい、こういう風にしてます。はい、これもセンターに集めながら、全部センターに集めて上に持ち上げて、はい、そして下ろしていくと、はい、リフトケープ、はい、そしたら少しここのね、軽さができますよね。ここにコンケープ入ることによってこことここが強調されますから、この中間のところがなくなることによって奥行きが出せます。はい、だからパートさえ間違えなければすぐ簡単にできます。これもリフトベックスなんで、現代のねレイヤースタイルには非常に使いやすいんではないかなという感じします。重さが残りながらもトップの高さが出せると、あの年配者の人も使えますし、あとはとにかく鉢が張ってる、枝が張ってるっていう人、そういう方にひし形のシルエットが非常に作りやすいんで、このカット法はかなり使えるんではないかなというふうに僕は思っております。反対側に持ってきた、このシュレッダーに対して左手でこの毛を入れていくと、はい、そうすることによってここにコンベックスが作れます。はい、まだね、いろんなカットあるんですけど、ちょっとなんか皆さん難しいやつとか、まあちょっと教え、あの言ったら混雑、難しいカット言ったら混乱するかなと思って、ちょっとあんまり言ってないやつも結構あるんですけど、まあ、これもその一つなんですよね。ちょっと分かりづらいかなと思って、僕説明も下手なんで、ちょっとねなかなか感覚的なものって伝えづらいんでね、はい、こういうここの丸さです。この丸さがこれ必要なんですよ。ここの丸さが生命レイヤーだとかっこよくなくて、ちょっとボーって膨らんでる方がこの重さが出て可愛いんですよね。はい、なんでこれセームレイヤーじゃないことがまたいいんですよ。ここがちょっとボーっとなって、そしてコンケープが入ると、そういう感じがベストかなと思います。でこう切ってる間もね、バーマークつけることによって元気こうできますから、はい、あとはボーバーが下、まあ、セリングばっか使って申し訳ないですけど、ボーバーが下で、そしたらねここをバックにシェイプしながら上の方をねちょっと押さえて、これちょっとニュアンスになっちゃうんですけど、ボーバーでね、こうレザーで削ぐような感じで後ろに束感をこうちょっと作っていく感じです。毛先をこう取っていく感じです。この場合はボーバーが下、通常のセリングの形です。使う場合は3点ポジションで、人差し指はここに添えていただくとやりやすいです。はい、このような感じで、多分だからペンシルシーザー使うような感覚でいいかなと思います。はい、まあ短いんでね、ここ2
通常のね、シーザーで切っちゃうとあのバツってなっちゃうんで、まあ、ここはセニングの方がいいかなと思います。はい。でまあ、もし怖い場合はね、T3 とかあのそぎ率少ないやつやっていただくと、まあ、より自然な感じになるかなと思います。まあ、今日はね R2 だけでちょっといっちゃってますけど、このような感じで、耳周りの処理をこうしていくと、そうするとですね、ちょっとこの辺の柔らかさだったり、この辺の、少しこう外国人風のね、雰囲気を作れてきたんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ちょっと束感がこう出た方がかっこいいんで、全体にね束感はねほとんどこれで、このアウトラインは、出していきます。でこの人差し指の上をハサミが動く感じですね。いいですか。3点ポジションでさらにここで安定感がありますですね。こちらもはい、これでちょっとこうバランスを見てギザギザ感を出していきます。ただ毛先にちょっとブランド感があった方がかっこよくて今風なので、まあ、僕はね結構この重さがあった方が好きなんですけど、軽いとこは軽いけど重いとこは重いっていう方がメリハリある方がスタイルの方が好きなんで、ここはちょっとこう重いとこはちょっと残します。でこれあのやっぱり通常のシザーでやっちゃうともっとあのぼかしてからやめになっちゃうんで、結果結構時間かかっちゃうんですよね。なんで最初から R2 セニングでベースカット入っちゃった方が、まあ、僕は楽だなっていうのが検証の結果になります。バングルバーはまあ奥まで入れない方がいいと思います。はい、毛先の方ちょっとだけぐらいの方が僕はいいかなと。でこれブラント感もちゃんと残しておかないと結構ね安っぽくなっちゃうんで、やっぱブラント残した方がね、結構かっこいいんで、本当に結構 R2 ボケますよね。綺麗に本当めっちゃ使えるんですよ、R2 セニング自体がね。軽さを出したい時はペンシルシザーね、こう先っちょが締まんないタイプなんですけど、ペンシルでこうやったりするんですけど、今回の感じはちょっと重ために毛先の方のバラバラ感だけを出したいという感じなんで、あんまりこうエアリー感というかちょっとウェットな重さが欲しかったんで、ペンシルは使ってないって感じです。まあその時によって違います。はい。まあ紙質によっても違う、ペンシル使う時もありますし、今回はねこの R2 だけでちょっと仕事しちゃってますけど、はい、まあこのような感じになると